とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。アーティファクトのランキングを作ってくださいということですね。今日は、アーティファクトランキングトップ5やっていきたいと思います。今回のランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強アーティファクトランキング第5位からいきましょう。第5位は3つあります。まず1つ目、愛のメダルですね。タワーが出てきて愛のメダルの有用性を再確認しました。自分よりも格上の相手であっても、これは効果があるので持ってて腐ることはないですね。続いて第5位、2つ目、エンチャンターの書です。これもタワーが出てきて強さを再確認しましたよね。愛のメダルと同じく自分よりも格上の相手が来た時でも使っていける。特にマルチプレイとかで、レベルが違う人が、入ってきた時にどうしてもやられやすいじゃないですか。そういう時にこれすごく使えます。アーティファクトランキング第5位、3つ目はこれです。複製の書ですね。今現在ほとんどの人がやってるであろう、弓のクールダウン編成、それで、使う時には絶対これ必要なんだよね。矢を増殖しないと始まらないので、これは持ってて損はないです。第5位はこの3つです。愛のメダル、そしてエンチャンターの書、複製の書です。さあ、それではアーティファクトランキング第4位いきましょう。第4位はこれです。瞬速のブーツですね。これはね、高速周回をするときに絶対必須になってます。で、今は俺もね、高速周回以外でもこれは絶対つけるようにしてます。もうとにかく足が速くなる、ただそれだけです。でもただそれだけじゃなくって、もうこれをつけ出すと、これがないとぬるくってなんかあんまりやる気にならないっていう感じなんだよね。一回つけて周回してみてください。病みつきになります。第4位は瞬速のブーツですね。さあ、それではアーティファクトランキング第3位いきましょう。第3位は2つありますね。まず1つ目、卵天狗岳です。近接で戦うってなるとこれがないとまず始まりません。近接といえばこのアーティファクト、間違いないです。キノコですね。そして第3位、もう1つあります。これです。弱体化のドラ。これもね、近接でも、遠距離でも使っていけるやつですね。ダメージを上げたいとき、ボス戦とか特にね、これを使っていくと間違いないです。第3位は2つ、キノコ、そしてドラです。続いてアーティファクトランキング第2位、第2位に行きましょう。これです。エレメントのカバンだね。今現在カバンビルド、これがないといけないとこって結構ありますよね。なので絶対必須のアーティファクトとなっております。エレメントのカバン第2位です。それでは第1位いっちゃいましょう。第1位はこれがないと始まりません。ふわふわの羽です。カバンビルドを使うにしても、他でやっていくにしても、とにかく今は弓にクールダウン編成がないと、とてもやっていけない状態ですね。クールダウン編成といえばこの羽がないと始まりません。絶対必要です。1位はふわふわの羽ですね。さあ、それではアーティファクトランキングいかがだったでしょうか。個人的な意見が入ってますのでご了承ください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。